はい、皆様お疲れ様です。白金ベースです。ですね、今日は銃を紹介しようかなと思います。こちらですね、ドンと、ショットガンです。これはどこのやつだったかな。これ S&T っていうメーカーのショットガンになりますの、レミントンのモデル870です。これは、まああんまりショットガン使わないんですけど、日頃。ちょっとなんか最近80年代後半とか90年代頭ぐらいのシールズの、まあ、装備をちょっと組んでたりして、でまあこういうまあコンバットボーディングマニュアルっていう本があるんですけど、これ洋書です。で、まあ、これまあちょっと久しぶりに見返してたら、まあこの中のページにこうショットガン出てくるんですよね。まあまあ例えばこういうの使ってましたよとか、どこ行った、どこ行ったっけな。まあね、こういったようになんかまあどういう武器使ってましたよみたいな写真が、まあ、白黒なんでねちょっと見にくいんですけど、これかな、こういうふうに見えますかね、このショットガン。これ同じもんですね、レミントン。まあこれはショートバレルだったりしますけど、まあとにかくこんなの見てて、ちょっとショットガン欲しいなっていうことで探したんですけど、まあこれね、最初はこの S&T のじゃなくて、シーマさんが同型で出してるんですけど、そっちの方が欲しかったんですよね。っていうのはシーマのやつはインナーバレルが3本入ってて3発同時発射のやつなんですよね。で BB 弾入れるカートリッジもショットシェルの形のものに、まあ30発かな、なんか弾が入るようになってて、それを装填して、まあ、使うっていう形のやつで、まあ、それを探してたんですけど全然出てこなくて、でたまたまねこの前ちょっと中古で見つけたのが、まあ、同じ形の S&T のやつだったんですよね。でこれはですね、3発同時発射じゃないんですよね。インナーバレル1本で、まあ、1発ずつしか出ないんですけど、であとこれね、ここ下、これがボックスマガジンになってて、これに20何発か入るみたいで、でまあシーマさんの場合はここにショットシェルの形のマガジンをこう入れて使うっていう形になってたんで、そっちの方が本当は欲しかったんですけどね。まあなかなか出てこないんで、でもとりあえず同じ形ならいいかっていうのでこっち買ったんですけど、まあなんでこれを簡単にちょっと今日は紹介しようかなと。で外装はね、これフルメタルです。アウターバレルも
このフレームもで、このストック、ストックはこうですね、この部分のポッチを押すとこういうふうに展開できます。これはロングタイプとしか書いてないですけど、よく昔の映画なんかで警官とかがパトカーに積んでたりしますよね、このロングバレルのタイプって。まあそっちのバージョンはあの木ストックだったりとか、このポンプアクションするところの部分、ここですね、ハンドガード、ここが木だったりしますけど、まあいずれね、ここだけあの木製に変えたいなとかって思ってますけど、まあそんなとこですかね。そんなにね話すこともないんですけど、これについて、まあ昔懐かしい形のショットガンだと思います。まあ同年代の人懐かしい感じなんじゃないでしょうか。特にこのメタルホールディングストックとかこの形状はですね。まああとね、ちょっとびっくりしたな、これいつの、これ何年前に出たやつかわかんないんですけど、普通はこのモデルってここアウターバレルとフレームの継ぎ目のところですね、ここの上に芋ネジがあって、そこからホップ調整するっていう風になってるんですけど、これねどう見ても穴開いてません。ホップ調整が外からできないんですよね。もしかして固定ホップかホップないのって思ったんですけど、分解してみたら出てきました。このアウターバレルをネジ緩めて外したらインナーバレルとシャンバーが半分ぐらいフレーム側にくっついてるんですけど、そこのシャンバーの上に芋ネジがありました。でまあなんとかホップ調整はできました。なんでこんな風になってるのかちょっとよくわかんないんですよね。他のモデルだとここに、まあ、いろんな画像を見る限りちゃんと芋ネジついてるんですけど、これはちょっと謎でしたね。でまあ弾道の方はすごい素直な綺麗な弾道で、全然命中率もいいんじゃないかなと思います。まあショットガンだから三段じゃないのがちょっとなって思うんですけど、まあまあ弾道はすごい綺麗に飛んでました。まあ今日のレビューは、この銃のレビューはまあこんなとこですかね。まあ重量もあと剛性も高いんでね、まあ結構最近ショットガン人気あるみたいなんで、興味のある方はどうでしょうか。またねこれ、まあ、近いうちにこれ装備してフィールドに騒ぎしに行きたいと思います。まあ今日のところはそんなとこですかね。レミントンのモデル870のご紹介でした。よかったですね、コメントとか高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。